はい、おはようございます。9月、少しずつ秋の気配が見えてきたかなと思いましたが、昨日名古屋35度を超えたということで、まだまだ暑い日が続いております。まず最初に夏の決算という形で、夏休み期間中のいろんな施設の利用者数、そんなものをまとめたものを配布させていただきました。ご覧いただけたらというふうに思います。まず農業パークですけれども、植物園の温室の周りの、そして遊園地、夜間開放しましたナイトガーデン、残念ながら今年は雨天中止が2日もございました。そういったわけで、ナイトガーデンとしては入園者数が昨年度より減少しましたけれども、全体としては、マーラの人気も含め、7月8月の2ヶ月間で、昨年よりも3200人を超える、増加を、達成することができました。また子ども未来館も、忍たま乱太郎、これは当地の、魔界の浩二先生が、主題歌の作曲をしたりしているというご縁で、イベントを開かせていただいたんですが、そういったイベントの人気が大変ありまして、順調に利用者数が伸びております。2ヶ月間で入館者数が前年度から3000人以上増えたということで、12万9000人近い、ご家族が家族連れでにぎわいをもたらしてくれました。他方、今年は梅雨明け例年より早く8月中旬以降制定手続きが多かったことから、地下資源館、視聴覚教育センター、美術博物館といった屋内施設の方は利用者数が、減少しました。これは一部には催し物、その当時やった企画展やなんかが、前年大変人気があったものをやってたということがあったりする部分もありますが、多少、天気が良かった、好天に恵まれたというのも影響しているのかなというふうに思っております。そしてそんな中、シーパレスのレジャープールですが、こちらは、今年は、晴れた日が多く暑かったということで、昨年よりも、4100人多い、入場者数が入ってくる。シーパレスとしては多くの家族連れでにぎわった、そんな、夏だったというふうに思っております。その次でございますが、9月1日防災の日を前に、防災に関する覚書とか協定を、いくつか締結させていただきました。まず先月20日には、国土交通省名古屋国道事務所と、国道23号線豊橋バイパス、昔の豊川橋の料金所の跡地を、使いまして、津波発生時の避難場所としていただくという覚書を交わしました。そして、23日は災害時の応急給水のための豊橋市と田原市の、市の境のところでお互いの水道管を連結させるという協定を結びました。今後も防災対策については強化をしていくことに努めて、安全な町づくりを推進してまいりたいと考えています。防災の日には、全国各地でいろんな防災訓練が行われたと思います。本市におきましても、東海東南海南海の3連動地震を、想定した、総合防災訓練を神野新田町の中島、広場会場を中心に行いました。行政と地域の連携訓練といたしましては、先ほど、覚書を交わしました国道23号線の豊橋バイパス料金所跡地への避難訓練も行いましたし、五甲区で、津波避難訓練を行いました。またその他には、旭小学校の会場で旭小学校を拠点とした、活動に対する訓練を行いましたし、28校区で避難所開設訓練なども行いました。訓練全体といたしましては、民間企業そして一般市民の方々の参加も含めまして、68機関、およそ1700人の参加を見ることができました。また多くの報道機関の皆様に取材していただきまして、そしてテレビにも流していただいたこと、感謝を申し上げたく思います。さて、これからの9月15日でございますが、地球環境に優しいライフスタイルを啓発するイベントといたしまして、ゴミゼロの街環境フェスタを市役所の東館1階、そして市民広場豊橋公園で開催をさせていただきます。ペットボトルを使いました作品展や、電動シルバーカーを再利用して仕上げました子ども電気収集車でのゴミ収集体験コーナー、リサイクル品のフリーマーケットなどがございます。取材をしていただけたらと思います。昨年の9月に誕生いたしましたアジアゾウの、子ゾウのマーラに関してですが、当初は人工飼育のということがありまして、順調に育つか大変心配をして見守ってきたところでございますが、今月の17日には無事1歳の誕生日を迎えることになります。農法パークではその17日の午後2時からでございますが、
星城内、あの 新しくマラが、歩き回る遊び回るところができましたので、そこに、を会場といたしまして誕生会を開催してお祝いをする予定でおります。誕生会の詳細につきましては来週早々に、資料として提供させていただきます。こちらの方もぜひ取材をしていただけたらというふうにお願い申し上げます。まあ、合わせて指摘者の皆様方には小僧の誕生から1年間、取材をずっと続けていただきましたことを感謝申し上げますと同時に、今後も希少動物の保全とそして繁殖の拠点として、私たちの動物園頑張っております。そうした視点からも取材をしていただきましたらとお願いを申し上げたく思います。私からは以上でございます。